はい、どうもこんばんは、小林隆史でございます。神保町ですね。この間日曜日にラーメンのお旅に行く動画を上げたんですけども、そしたらちょっとね、勢いがついてラーメンとか食べたいなっていう気持ちが久々にワキワキ湧いてきてまして、で今日もですね、なんと神保町で麺を食いに行ったんですよね。こちらが、まあ、あの目指しているところ、勝本っていうのかな、勝本というラーメン屋さんでございます。まあそのつけそばが有名なお店という感じなんですね。醤油つけそばかっこ大盛りで頼んでしまいました。このね、麺がね、とにかくね、これ2種類の麺があるんですよ。細いのと、あと黄色くて少し太い平打ち麺と、この両方を味わうことができるという醤油つけそばでございます。いやこれね、ほんと美味しかったんだよね。つけそばとかさ、つけ麺ってもちろんあれってさ、そば、その麺の味を楽しむものだと思うんだけど、このスタイルはね、本当にその極致でしたね。麺を楽しんでる感じだったね。あのスープの方はそのかつおだしの醤油ベースの感じで、あの関東っぽいそのお醤油っていう、あの返しが効いた醤油だっていう、まあスープなんですけど、この麺がね、まあ2種類あって、細い方と、黄色い方は結構黄色いじゃない、あの太くて黄色いの、ね、卵麺って感じのつるっとして卵感の強い、平打ち麺と、それからね、細い方はね、あんまりこう黄色みのないサラッとした感じの麺なんですね。だからこの麺の違いも楽しみながらという食事でしたけど、正直言ってこのね、太麺の卵麺の風味がね、非常に良かったんだよね。だからね、それがあの味わえて非常に楽しい、食事になりましたね、というところなんですが、今日は日曜日ですんでね、あ、ちなみにこれ忘れないでほしいんですが、この勝本に関してはですね、日曜日はお休みでございます。これはね、金曜日だったかな、ちょっと雨降ってた日ですけど、金曜日だったと思うんだけど、に食べに行った模様でございます。日曜日に行ってもやってませんのでね、お気をつけくださいということですかね。さて、今日日曜日でアベレージね、聞きましたけれども、僕も、なんというか出迎えが、ちょっと気合い入れてっていうことなのかな。なんかそう、かっこいい大人になりたい、素敵な大人になりたいなんて言いながら瞑想するというそういうお話でしたけどね、まあ、いろんなね、小ネタがいろいろ出てきたけど、自称仕事早いマンという迷惑な存在の話とかね、なんか早いだけで正確さもないし、なんかの迷惑だよねっていう自称仕事早い人みたいな、まあいるんでしょうね、そういう人ね。自分がすごい仕事ができると思っちゃってる分、ちょっとややこしいっていうかね、そういう人っているんだろうね。周りにいるとちょっと大変そうですよね。あとはあのナストちゃんが仕事をちょっと大きな仕事を任されるという話があって、やっぱり若い人にとってはね、大きな責任を持たされるとか、任されたり、あるいは期待される経験ってやっぱり大事ですよね。まあ、そうやって成長していくっていうことがあるからね、もちろん失敗してもさ、なんかそういうことを、まあ、乗り越えていくと充実感があるというか、ようやく仕事のね、なんていうんですかね、仕方が見えてくるってことあるでしょうからね、っていうことも感じますけど、まあ結局、みんなその、かっこいい大人とか素敵な大人ってどんな人なんだと思います？なんかいろいろちょっと考えても見たんだけど、大人っていうことにフォーカスするとさ、なんかすごくどっしり構えて、落ち着いていてみたいなことをイメージするじゃないですか。だけどたまに思うんだけど、それだけでいいのかっていう気もするよねあのまあ仕事なら仕事でですけど、僕はあの楽しんでいる人っていうのは結構大事だと思っていて、あの結局仕事をうまく楽しむ方法を見つけちゃってる人の方がなんかいいなと思ったり
してしまうところありますね。もちろんね、先輩となると模範を示すっていう意味があるけど、その模範のさ示し方っていろいろあるじゃん。あのいろんな経験をして、その慌てない、落ち着いてる、どっしりしてるも大事だし、それ以外の、あ、この人はこうやって仕事っていうものを楽しめてるんだなみたいなこともきっと大事なんじゃないかなと僕は思ったりしてますね。さあ、そしてお話は正直言って、いいのがなんと新しいノート e パワーに車を買い替えたというね、これはニュースですね。もう本当に新車を自慢したくてしょうがない e のと、その自慢話をぶんどるという謎の暴走をしている出迎えというね、全然かっこいい大人に慣れてない感じっていうのが、まあ、おかしかったですけど、まあ大人になるにしてもかっこいい人になるにしてもね、まあそれはいきなりはなれませんから、みんな失敗しながらね、ちょっとずつ失敗をの味を噛みしめて大人になっていくんでしょうねっていうことを改めて感じるようなね、そんなアベレージでしたけどもね。さあ、食事の方はね、本当に、美味しい麺を、これね、大盛りにしたのよ。あの麺を大盛りにしたんでね、結構なボリュームでしたけどね。でもなんかね、麺を食ったなというか、うまい麺を食ったなという感覚がすごいね、強かったんでね、結構おすすめですね。あ、これ、太麺の方が俺は好きっていうことをね、言ってますけど。でもね、この太麺がツルツルしていて、あの風味がね、卵の風味というのかなが良くて、あーこれこれみたいなね、そういうつけ麺でございました。あとね、ちょっといいのは、その食卓のところにカウンターに、返しの醤油が置いてあるの。だからちょっとその薄くなってくるじゃん、だいたいそのつけ麺ってスープが薄くなってきたらそれをちょっと加えてね、まあ、これもスープを加えるというよりは醤油を加えてる感じなんでね、なんかとにかく関東っぽい感じがするお味でしたね。そのが好きな方はぜひぜひ行ってみてほしいなと思うようなね、そんなつけそばの、勝本でございました。まあ、この先もまだまだそのラーメンが続くかどうかは分かりませんけれども、まあ、なんか食いに行ってる動画がね結構続くかもしれませんね。ごちそうさまでした。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。